皆さんこんにちは、キワです。今日はボレー振ってもいいんです。振ってもいいんですか？振っても大丈夫です。こんな別で大丈夫かなって思ってるんですけど、でもここまで振っても大丈夫なんです、うん。高尾さんこんにちは、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は以前からボレーは振っちゃダメって教わってきたんですけど、はい、本当に振ってもいいんですか？振っても大丈夫です、はい。ただしもちろんある程度、まあ、条件といいますか気をつけていただかなければいけないことはあります、うん。ただしやっぱりこうスクールであったり、はい、もちろんその指導者であったりという方から、はい、多分振るとまあ怒られるじゃないですけど、うん、多分言われてましたよね。ピタッと止めろぐらいに止めろ、はい、うん、言われてました。あれはどうですか？こう準備をする、いわゆるテイクバックをするっていうところではどういうふうに言われますか？はい、テイクバックもそんなに振らずに、はい、なるべくコンパクトに、コンパクトに、はい、まあそうですよね、はい、基本的な部分はそれでも構わないと思います、はい。ただしやはりこうボールを当てるということに関しては、はい、ラケットとボールが近い方が当たりやすいですよね、うんうん、はい。当然ラケットというのは後ろに行くもしくは上に行けば行くほど当たるのが難しい、うんうん、なのでボールの近くにラケットをセットして、はい、いわゆる当てることに専念するというボレーではそれでもいいと思います、はい。ただしやっぱりある程度当てれるようになってきたら、うん、多分強いボール打ちたいとか、うん、ある程度スピード出したいですよね、はい、そうですね。でやっぱりこうプロの多分映像とか写真を見ても、うん、ある程度こうスイングというものはしてると思うんですよ、うん。あまりにも小さくしすぎると今度やっぱ飛ばないということにもつながるので、そこで今日はやっぱりラケットをその範囲内で条件がある中でも振ってもいいというところをお伝えしたいですね、はい。ちょっと小さくいきますね。ちょっと小さくというかこう当てるだけってなるとこういうことですね。僕の中では当てるだけで、これにもう少しスイングがついてくると、あ、少しこう、もちろん余裕のある範囲内ですけど、少しこう、でよく、まあ、よくあるったら失礼だけど、ラケットヘッドとラケットの先と自分のところがバラバラに動くってなるとこういうことですね。こう大げさにやってます。こうグラグラするっていうことかな。だったりこうラケットヘッドが動くということ、これをなくすためにある程度力を入れてスイングをする。まあ大げさだしここまで振っても大丈夫なんですけどね。ここまで振っても大丈夫なんです。ただしこれが全部が入るかって言ったら、それはこれはボール出しのところでやってるのでうまくいきますけど、なかなか試合のところではそうはいかないっていう。ラストいきましょうか、はい、ラストいきましょう。 OK です、はい、スイングはして構いません。でスイングをする中で気をつけてほしいのが、はい、ピョテが握ってるこのグリップの部分と、はい、ラケットヘッドの部分が同じ距離だけ動くのであれば、うん、振って大丈夫です。同じ距離、例えば、はい、グリップの方を止めちゃって途中で止めちゃうとラケットヘッドがクッと前にすごく動いたり、はい、逆にラケットを持っているグリップのところをすごく出しすぎても、うんうんうん、今度はラケットヘッドが遅れて出てきて急に速くなるっていうことになるので、はい、もちろんボールに間に合う範囲内ですけれども、ある程度自分の前側でいいからしっかりラケットを、自分から少し離してもいいですね、はい、もう少し、はい、前というよりは少し横側から、はい、自分の内側に打ちながら少しこう体の近くに腕をラケットを持っていくというイメージでいいです、はい、ちょっとねあえてもうあこれぐらい振りたいなってぐらい振ってみてください。わかりました、はい、ミスしても構いません、はいはい
ちょっとやってみましょうか、はいはい、間に合う範囲内でいきましょう、はい、お願いします。よー、OK、 OK、 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 一回ストップしましょう。ボールが飛んでくるときにの段階からある程度ここをしっかり握っておきましょうか、はい、あまりにもギュッと握りすぎると今度当てるときに力加減が分からなくなってしまうので、はい、ラケットがこうグラグラしない程度にしっかり握って、はい、この手のあたりにもある程度力入れておいていいです、はい、力入れておいていいので、その力を当たったとき当たり終わった後ももう少し力を入れていくようにしましょうか、はい、で狙うところを少し高いところを意識していきましょう。はい、お願いします。もう一回行きましょう。はい。OK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 。です。ちょっとラケットヘッドが先に行きすぎないようにね、はい、グリップの方を少し出すイメージ持ってください。はい。はい、です。OK。何度もトライしましょう。トライしましょう。OK。OK。OK、ラストいきましょう。 OK、OK、はい、どうですか感触としては。正直に言っていいです。全然結構振っちゃ、うん、こんな振っちゃって大丈夫かなって思ってるんですけど、でもなんか僕は思ってるほど多分これってやはりこうご自身の今までのこの、はい、準備のところであったり、うん、当てる、そしてフォロースルーのところの感覚ってすごいあると思うんですね、はい、でそれよりもちょっと大きくラケットをスイングするだけで、うん、なんかもうこれぐらい振ってんじゃないかっていう風に感じると思うんですよ、うん、はい、でも思ってるほど、はい、その映像ではすごい違いがないので、うん、やっぱりそれって人の感覚ってやっぱりすごいあるんだなと思うので、うん、ある意味その力を入れてですね、ある程度力を入れてボールに間に合う範囲内でもっと強く当てボールを、結構ね、いやちゃんが、コンチネンタルよりも少し厚めでフォアボレーを握ってるので、はい、変にボールに対してこう、なんていうかな、上から下に入れようと思うよりももっとね、ボールの後ろをしっかり捉えていいと思います。ボールの後ろを捉えて強く振ってもいいと思います。ちょっともう 4,5 球いきましょうか。 前で準備してグッともう自分の、うん、入れていいですよ。はい、いきましょう。打点だけ前になりすぎないようにね。そう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 、タイミングよく。そう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 、タイミングよくね。そう、慌てずに。OK。で、ラストいきましょう。OK OK OK。僕は大丈夫だと思う。大丈夫っていうのはその振ってもいいんですっていうのは、もちろんそのラケットをどれだけ多く大きく振ってもいいですよってことではなくて、うん、やはりある程度できるようになったら、はい、当てられるようになったらこのスイングをしてボレーを覚えてほしいんですね。でそれでまたうまくいかなかったらじゃあもう一回少し小さめにして当てるようにする、はい、で少し当たるようになったらもう少し大きくするっていうのをいろいろ何度も繰り返した方が、はい、やっぱりどうしてもね、上手くなりたいと思ったら強いボレー打ちたいとか、うん、速いボレー打ちたいっていうことになるので、はい、それは一つのきっかけになると思いますね、うんうん、でもスピードは出たかなって思いますね、はい、最初よりバンってなってアップダウンはありますよね、はい、もちろん上手くいくときとやっぱそれって、うん、この準備の段階からどうステップするかとかどのタイミングで前に行くかっていうのもあると思うんですよ、うん、はい、小さくすればするほど多分前では捉えられるんだけど、うん、こうある程度打たれた時だとか、この場で少しスイングをして、ボールを飛ばしたいって言った時にはこの手のところでうまくこう、うん、助けてあげる、うん、っていうのも必要かなと思いますね、はい、スタテにスタテに。
今日どうでしたか。はい、もともと振っちゃダメっていう考えだったので、はい、高尾さんがやってみてやっとどういう何がどう振っていいのかっていうのは分かりました、うん、自分でやってみるとやっぱりどのぐらい自分が振れてるのかとか分からないので、うんはい、実際に見てあそういうことかっていうのは分かりました ね、 なるほどね。ここの硬さ、はい、なんて言うんだろう、高尾さんもおっしゃってたように、はい、ここ力を少し入れながらやるっていう大事さを見て分かりました、はい、それは良かったです、はい、ですからやっぱりこう多分視聴者の方も、うん、自分のこのスイングとかをやっぱりこう映像でちょっと撮ってみて、うん、なんかこう違いを比べた方がいいですね、うん、自分ではすごく振ってるつもりだったのに実は見たら変わってなかったとかっていうことがやっぱありますので、うん、そうですね、うん、やっぱその人の感覚と実際の映像のやっぱ違いもあれば、うん、じゃあ振っていい、じゃあもうちょっと振っていいかなとか、うん、そういうことにもつながると思いますね、はい、スタテに最初自分の元々のボレーをやってた時と今アドバイスをいただいてからやった時ではボールの重さも出たなと思います。あと浅くならなくてこのコートの奥にボールが行くようになったなとは思いますね、はい、Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school.Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!